フリマアプリで出品されているラストワンショーの撮影者がローソンの制服を着ている件が話題となっています。それではみんなの反応集をどうぞ。誤解制限や制限性の全開防止策を取り入れているコンビニはこういうことをやりそうですね。もしそうなら消費者としては無念です。制服も反射して釣り込んでいてまだ面白い。爪が甘いどころじゃないですよね。 W 大学生の時別の店でバイトしてたやつがラストワンショーを買い取ってヤフオクに出してたのを思い出しました。15年経ってもやることは変わらない。勇者が映り込んでるのが草 W、 これあかんやつですかね。近所のローソンではいつも新発売の9時の上位賞がなぜかすぐに獲得済みになっています。きっとオーナー次第でどうとでもなるのでしょうね。テンション割ろう。買うだけ損。店員さん全力で特定されに行くスタイルですね。やってんな。やってるかやってないかで言えばやり上げてますね。この映り込みは心霊よりあかんやつ。深淵がこちらを見ている。ラーの鏡かよ笑い。何してんの。同じローソンクルーとして情けないわ。現代日本にはびこる闇お察ししますよね。やはりロット会。ロット会は全てを解決する。9時が始まる日の開店時間に行ったのに上位景品がなくなっていたのを見てその店はやってると思って二度と行かなくなった。あ、察し。ラストワンショーはおまけで値段がついていないから売り物ではないはず。昔ラストワンを棚に置いていたら盗まれて警察に通報したけど売り物ではないので万引き扱いではなく建造物侵入罪なら対応できると言われた。写真を撮っている男性店員の上に女性の霊が映ってない。お分かりいただけるだろうか。これ反射して制服の絵が左右逆になってないか確証はないけど店員の可能性は大いにあると思う。この制服の右半身が縦ストライプだからパッケージに映り込んでいる場合は向きは一致している。たまたま似ている服を着ている可能性もあるけど、せめて制服を脱いでからやればよかったのに。爪が甘かったな。店員じゃなくてそれっぽい服を着て撮ったなら逆に優秀かも。下手したらわざとという見解もあるよね。逆にそういう可能性もあるね。ローションじゃない、ローソンだよ。闇が深い。勇者はローソン店員だったのか。人気のない一番くじ系はバックヤードに眠ることもある。そしてバイトや社員が買う可能性もある。ただオークションサイトでの売買は禁止されているはず。それをやると景品表示法違反になるからね。本社や SV にとっても悩みの種だと思う。